野菜だからね、うん、はい、では参ります。いただきます。いいの、本当まだ若いかもしれない。ちょっと若そうだね、うん、若造やん。若年生かもしれない。俺と一緒の若造のチャラ男やん。いただきます。チャラ男やろっかな、また。うん、おっ、おすっぺ。あ、そういえば1位いる。あ、いいよ、まだいい。この辺もいいの。あ、でもちょっと待って、エリンギでしょ。前いいと思う。いいやな、エリンギなんてそもそも生食が基本だもんね。それは知らん。うまいっすよ、これは。うん、うまっ。しめじックス。あー、うまい。うん、使ったこれ。使ってない。うん、今日のねタレはミカポンとゴマポン。なぜかニンニクだけこれ逆さまなんだよね。あ、豆もやしいこうかな。俺豆もやし好きなんだ、極端な話。豆がある方が好き俺。豆あるとないじゃね、違うんだよね結構。ゴマポンにうまい。肉っていいんかな、うん、まだ若い。いや、ここでしゃぶしゃぶすればいい、うん、あ、こっちから取れるのだ。こっちが上だね。うん、はい、でかいでね。どらでけえやん、これ。でもしゃぶしゃぶ用って書いてあったんだよ。うん、取ろうか。結構分厚いな。1枚取る。いい、いい、後でやる。ああ、でもいい感じ、いい感じ。暑いから、ちょっと時間長めにして。うん、椎茸も入れとこう。あ、これいいんじゃないの。あ、ちょっと赤いね、うん、でも、豚とか鶏は少し赤い方がなんてね。あ、まあでも口内炎もね、ベロの方も、あのもう一箇所厄介な場所の方ももうもう収まったな。うん、オッケー、うん、完璧に収まって。ただちょっとあの歯の不具合がね、その口内炎が収まりかけの頃にちょっと歯の不具合が起きて、それがあるから。まあ歯の不具合って言っても、あの虫歯だとか、うん、歯周病とかそういう系じゃないんだけどね。それがなければもう本当完璧な、本当の完璧な状態に戻るところだったんだけどね。まあなかなか完璧にね、どこにもどこも気に、体で気にならないっていう人なんてね、いないだろうから。ちょっと一口ではいけれんけど。うわっ、俺たまんねえっす、これ。うまっ。あ、ハミ、これ胸に、うん、貧乏人のひがみとかじゃなくて、しゃぶしゃぶ牛より豚の方が好き俺。本当そう。うん、こんなことよそで言ってかんよ。うん、貧乏人のひがみでしょ。みんな牛肉の方が好きに決まってんじゃんって。牛肉がいい言われるから絶対言わない方がいいんだけど、うん、まあ貧乏人のひがみとかそれごとだと思われてもいいけど、うん、豚の好きだね。たくさん食べてるよね。うま、ん、うん、うまっ。寿司は大トロ、しゃぶしゃぶは豚肉だな。うまっ。意外とペラペラ。うん、うん、うん、何、全く違うでしょ。何これ。これね、うん、天ぷらにできんかったから、うん、もうアク抜きして、うん、下処理してあるから、うん、さっさっと、うん、温めたら食べれる。これではしゃぶしゃぶできなかったの。なんでかっていうと、うん、
アクがいっぱい鍋に出ちゃうから、向こうでもアク抜きしたから。いいの、じゃあつまんで今。つまんであったかくして、うん、それで食べて。湯がくというよりは温めるってイメージ。そうそう、温める。温めて食べて、びっくりする。これぐらいでいいかな。そんな熱々じゃなくてもいいよね。うん、ポン酢でシンプルにいこうか。何これ。うん、どう、うまい、美味しいでしょ。なんて名前だっけ。タラの芽かな、これ。うん、確かに天ぷらも合いそう、すごくね。うん、うまい。なんか体に、うちの方にしては食べないけどね。うん、でもまあ考えて早く食べた方がいいから。すごく体に、うん、良さそう。でも鍋だとアクがいっぱい出ちゃうから、いかんな思って先に下処理みたいな、うん、ああ頭いいっすね。おー、危ねえ、うまいわ。いただきます。なんかいかにも今作った感じじゃない、この鍋。うん、美味しそう。昨日、あ、今日はね、ミカポンとね、ゴマポンをね、うん、ミクった、ミックス。うん、熱い、うまっ。昼から鍋食えるってこれほどの幸せってある？大根って1日経つと染み渡るんだよね。うん、大根は深みがうまい。じゃがいももね。うん、うん、じゃがいもはダメでしょ。うん、うまっ。まだあるんですよ、こっちにも。こっちにもね、入れなく、入れるよ。いい、うん、一気に全部、うん、もういいかね、水菜。水菜はいいよ、生で食べれる。水菜っていうね、野菜がまたうまくて、今回はこんにゃくがね、ないんですよ。いつもだったらね、大体入ってるけどね。うん、あ、水菜うまいな。いいね、野菜があってキノコがあって肉があって米がある、ただそれだけでよくない？俺ただそれだけでいいな。この肉がね、うまいんだよな。また食めそう？ん？うま？米まで冷凍。うまっ。うちのスイーツ、これあんたね、うん、ありがとう。うちのスイーツこんなんなんですよ。マジで昭和だから、おやつね。もう欲しくてしょうがないね。うちのおやつっていうと煮干しかさつまいも。あっちあっち、でもうめんなこれ。おいしい、松風うめえ、うん、ええー、のー見とるよ。米が一挙手一投足を注目してる。ほら、もう手の行く方、手の行く方に。あくあく。もう松風押しのけた。お、米がまた。きれいにのけたよ。
うん、綺麗に剥けた。これはうまい。これはうまい。でもね、ワンちゃんのやつだから。そうだよ。ポッ君は2個しか与えられない。体大きいのに。体の割合から言ったら、ワンちゃんのがいっぱい食うよ。うんまっ。